はい、梅チャンネルです。はい、今日は北海道の津別町に来ております。北見から富観湖に向かう途中にある人口4400人の津別町のダウンタウンをこれから、走行して撮影したいと思います。はい、早速津別町のダウンタウンに入ってきました。はい、右側に見えてきたのは聖駒です。はい、そして郵便局があっておしゃれなレストランがあります。はい、でネオスがあって網走新規、この辺りがダウンタウンと思われます。そうですね。でなんかこの先に行くと五差路があって、その五差路の周りにちょっとあの歴史を感じるこう建物と、おしゃれなこれ、ほら建物が丸太区。ここをちょっと左斜め前方に向かって、はい、北見新金を左に行きます。この五差路が多分中心じゃないかなと思います。あ、はい、はい、このなんとなく尖ってる雪が中途半端に残ってて、ちょっと汚れてて汚くなってますけど、はい、この辺りは商店街っぽい感じですね。そうですね。これをまっすぐ行くと阿寒湖方面なんですけど、とりあえず次を右に曲がってください。はい、右に曲がってください。冬の津別町です。ちょっと雪が中途半端に、あら、町から離れない。いや、大丈夫です。北見まで26キロ。おお、なんかちょっと空模様が綺麗になってきました。で、しばらく行ってその信号を右に曲がってください。はい、先ほどのダウンタウンに戻る道でしょうか。そうです。で、今度は五差路を直角に曲がる方向に行きたいと思います。この道が北見につながるメインの通りですね。おそらくさっき通ってきたところと通りです。で、今度はこの北見新金の五差路を直角に曲がってください。さっきは斜め右に曲がりましたけど、直角に右、あっちの方も、はい、こっちも商店街が並んでる、こっちもなんか、はい、ついてる感じです。ちょうど角に津別ランプの宿とかいうのがある。はい、で、もうちょっとまっすぐ行ってください。この辺なんかいろいろちょっと建物が賑やかな商店街です。商店街、昔の感じがしますんで、で次を、あ、学校みたいなの、で次を左、あの横断歩道のところのマークのところを左に曲がってください。これ、はい、幼稚園かなんかあるよ。津別って書いてある。はい、学校、その止まれを左に、これは津別町生活改善センター、突き当たりを左に曲がってください。町民会館って書いてある。左に曲がるとしばらく行って役場がありますね。止まれはちゃんと止まる。はい、右学校じゃん。はい、左です。そしてお寺みたいなのがあるよ。はい、で、この左がもう少し左に行くと、これ今なんか作ってんのかな。これがあれ町役場ですね。多分新しい町役場を作ってるんですね。これが旧町役場か。津別町役場。はい。そしてまっすぐ行ってください。この辺はダウンタウンですね。まさに。まっすぐ行って突き抜けてください。突き抜けてください。ここはさっき通ってきたところ。国道240号線。はい、国道240号線、北見サッシュは樹脂サッシュやね。
しかし北見から26キロだからそんなに遠くない、まっすぐ行ってください。でその先に津別消防署があります。こだわりのラーメンっていうのがある。津別消防署が、ここはホーマックニコット津別店。まあスーパーホーマックニコット、綺麗やん。はい、食料品家庭用品って書いてある。はい、そしてこの辺で左に左にいる、ここ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 出た。どうなんすかこのなんちゃない町。いいね。でそこの角、次のおその角を引っ張れを左に。でこの辺がスナックがある通りなんですけど、街にはなってないです。ここがスナックのある通りなんですけど、王将店街じゃん。Google マップでスナック検索をするとこの道沿いに2店舗スナックがあるんですよね。でもちょっとどっかスナックだったか。カット&パーマ、うわ、スナック街ではなくてここの通り沿いに2軒スナックがありました。ポップ用品、あ、スナックって書いてあった今。あれなんかやっぱり建物がこう間引かれてるというか空き地になってるところがあります。で、まっすぐ右まっすぐ、さあ、阿寒湖方面に向かいます。はい、ということで津別町を後にすることになりましたので、はい、よろしくお願いします。津別町走行動画終わります。